え皆さん、ご機嫌いかか。がでしょうか今日は「赤染エモンの歌を使ってくずし字を解読しましょうえ今回も名前の右側に書き込みがありますので拡大して見てみましょう、えー、さてこれです、えー、目を細くして見た方が見やすいかもしれませんね。 これは「あと見えます。これは、り」に見えますけどもくるっと回っていますので「可能のか」を崩したもので「か」と読みます。これは「そ」と見えますね。そしてこれは何に見えますかこれも「目です。 そして、のですね。えー、赤染め絵紋と言いますので、赤染めのとこの方は読み仮名を振っています。これはですね、うえという字です。うえという字は和行の絵ですね。現代では区別して使っていませんが、かつてはうえ。 という音がありましたこれは恵みという漢字を崩したものです。恵比寿ですね。恵比寿という地名がありますが、あの恵比寿の上、恵美子の絵えー、あれはもともとは崩すと上という音に当てた漢字です。次はこれはののようですが、注意してください。もです。毛という漢字を崩したもので。 けという漢字はさまざまな崩し方があります。注意しましょう。これは、んです。さて、本文です。これは、なんていう漢字を崩したものでしょうかね。しかも、かなとして使われています。屋根のやを崩したもので、やと読みます。 次は「す」ですね。くねっとしています。これは「ら」です。「ら」の特徴はくねっとしているところです。これは「は」です。さて次です。これは「く」ではありません。ひらがなの「く」は上の部分にああいうくねくねしたものがありません。前髪くねをみたいですね。 これは天上の天、天国の天、えー、天丼の天、天という漢字を崩したものです。手と読みますよ。これも仮名として使われていますが、元の漢字は何でしょうか、えー。左に辺があるようですが、あれは示す辺を崩した場合の特徴です。根、ね、と読みます。根、ね、という漢字ですね。 これもる」のようですがあの丸が大きいところが特徴です奈良県の「な」を崩したもので「な」と読みますこれは「ま」ですね、えー、次は「し」これは「もの」という漢字を崩したものですひらがなの「お」に似ていますがひらがなの「お」と違うところは「 えー、右側が丸く大きく膨らんだ中に稲妻のような線が入るところです漢字のものですこれはをですねこれはさと書いてありますそしてこの漢字は何でしょうかこちょこちょしてますねこれは夜という漢字を崩したものです さらにここにも漢字があります。これはですね、さら、後、え、遺、ーまあ、室のこうですね。ふけると読みますが、この漢字を崩したものです。これはくでしょうか違いますよね。上に縦棒がくねっとありますから、天井の点、えー、天丼の天、天という漢字を崩したもので、 てと読みます。これは「か」ですが「くわえる」という漢字を崩した跡があります。これは「おい」という漢字を崩したもので「た」と読みます。これは「ふ」と書いてあります。そしてここに「じ」があります。これが「く」です。 これはままですね。さあ、ま、た出ました。出しこれは、天井の「天」という漢字を崩したもので「手」と読みます。これは「の」ですね。乃木坂の「の」。これは「月」という漢字を崩したものです。これは「を」。 そしてこれは「はい、見る」という漢字を崩したものですねこれは「死」ですこれは小さいですが可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますひな鳥のような形でも見えますがこれは「 奈良の県の名という漢字を崩したもので、名と読みます。それでは、これまで読んできた通り、上の句と下の句に分けて見てみましょう。まず、上の句はこのように書いてあります。もう少し読みやすく改めます。安らわで、ねなましものをさよふけて。 となります。え、今度は、あ、下の句です。このように書いてありますが、読みやすくしてみますよ。傾くまでの月を見しかな。となります。え、それでは、この回のおさらいに入りましょう。え、まず、これですが。 これは可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読むんでしたね可能の「か」です先ほどのテキストのものはこの一番下のものに近いですね本文の方ではこの大きな字がありましたこれは、 屋根の矢どうですか、えー、画数が多いですがなんとなく屋根の矢に見えるかな、えー、次は天井の点天丼の点ですね手と読みます。 えー、天丼の手としてみました。くと違うのは、あの縦棒のくねっとしたものがついているところです。えー、これは示す辺で、ねという漢字を崩したもので、ねと読みます。ねという漢字は、あの括弧の上の最初の漢字のようにかなり画数の多いものでしたが、 いろいろ省いてあのような括弧の中の根、ね、先ほどのくすし字の、えー、元の字ですねあれになったわけですが「えー、ネギ、えー、神社のか、あのー、神職の方ですね「ネギといいますが、えー、ネギの根、ね、どうですか えー、示す辺の崩し方さええー、マスターすればあとは何とかあ見えるんじゃないでしょうか。ネ、ね、ギのねです、えー。これは「る」ではありませんね。えー、奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。えー、奈良のなどうですか、えー、今見たのはあの左側のものでしょうね。 あれに近い形です。大きな丸がルトの区別です。これも区ではありません。点という漢字を崩したもので、手と読みますね。えー、天丼の天何度でも出てきますので、目に焼き付けてください。これです。 これはですね、一旦右に行って左に行くのでありますが、こういう形が特徴ですえ。多いという漢字を崩したもので、たと読みます。多少のたと覚えてください。え多少のたです。これは、あ先ほどのお多少のたの多いという漢字がまだ、 えー、完全に崩れきってないところですが結び目が特徴ですねとても素敵だと思います、えー、ここにもありましたどうですか右に二つありますね同じ列に、えー、同じ列といいますか同じ位置に三つありますね全部手です句ではありません点という漢字を崩したもので手と読みます もうわかるでしょう天丼の手です。でこれは乃木坂ののです、えー。これまでたくさん出てきましたね。頻度が高い感じです。えー、乃木坂ののです。小さいうですね形としては似ていますが。 可能の,可能のか「か」か「かと」「か」「か」とまず点が伸びてまっすぐになっているものあるいは横棒が上に離れて雲に浮かんでいるように離れているものそしてそれ自体も消滅したもの一番下ですね。 この三つの形に大体収まります。これは奈良県の奈という漢字を崩したもので、奈と読みます。奈良県の奈です。これも奈です。それでは他のバージョンで読んでみましょう。 これです、えー。読めるところはサクサクいきたいところですね。これは、いや。さあ、これです。何を崩した字でしょうね。いかがですかこれです。数。 えー、もちろんあの今見ている「数」という漢字は常用漢字なので、えーまあ、それ以前の漢字はもうちょっと画数が多いんですが、まああのー、ほとんど影響がなければ常用漢字で示していますこれは「数」という漢字を崩したものです、えー、では仮名としては何て読むかと言いますと「数」まあ、数学の「数」ですね そこから巣を借りていますこれはラですこれはどうですかこれはですね物という漢字を崩したもので歯と読みますこれは手ですね これは先ほどのテキストにも出てきました「示す編であのような字です。示すへに、えー「国の宮のに」が書いてありますが何て読むんでしょうね。仮名として使われています。「ね」と読みます。これは那須高原の「な」という漢字を崩したものです。「な」と読みます。 これはですね、まなんです。覚えておいてください。これはしですね。これはもです。次は、はい、のですね。これはをと書いてあります。 これはさと書いてあるのがわかりますね。これはどうでしょうか。これはよです。左にううんと開いてますがふです。ではこれです。これはなんでしょうね。これはかいという漢字を崩したものですが、読むときはですね、けと発音してください。 けという音に当てた漢字です。これは何でしょうね。横一本で英語の L のような漢字。うん。これです。てんという漢字を崩したものです、えー。ひらがなの手になる一歩手前でしょうかね。てと読みます。 次はこ,こ,ですこれは可能の「か」を崩したもので「か」と読みます。これは「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます。これは左下に大きく開いていますが「ふ」と読みます。これは「く」と書いてあります。 これは何でしょうか。書き順からいくと横そして何かこう大きく右から回って最後に「払い」が入るという字ですね。という漢字です。ただ仮名として使われていますので「ま」と読みます。次は「手」と書いてありますね。 そして、てのと書いてあります。これは「月を崩したもので超える」という漢字が書いてあります。そして読む時はですね「ワイウェオ」の「を」です。これは「見る」という漢字を崩したものです。 これは「し」これは「か」です、えー、さて最後はこれですこれはどこかで出てきましたよこのページのどこかにありますわかりましたかでこれはな那須高原の「な」という漢字を崩したものです「な」と読みます お疲れ様でした次回は「古式部の内詞」の歌を読んでいきましょうそれでは皆さんまたお会いしましょうごきげんようさようなら